皆さんこんにちは。今私はですね、JR 東日本の千駄ヶ谷駅というところに来てます。で、目的はですね、この高校サッカー選手権のね、決勝戦を国立競技場へ見に行くわけですね。いや、それにしてもね、びっくりしましたね。すごい人ですよね。で、電車の中もまあまあ人いっぱいやったんですけども、改札出るまでの階段がね、結構細くて、もうめちゃくちゃ混んでます。で、まあ徒歩ね、だいたい5分ぐらいで着きますね。まあもうここね、出たところから看板も出てますし、まあイベントことだったらね、こうやっていろんな人が歩いてますから、まあ、その流れに身を任せて歩いていけば、まあ着くわけですけども、まあ一応今回ですね、この動画で参考にしていただければなと思います。で、まあこれね、ここだけじゃなくて、今字幕出ましたけども、まあ以前私紹介してて、2021年の春ね、4月ぐらいに投げた動画では、外苑前からね、まあ、神宮球場も近くにありますので、野球場ね。あと、ラグビー場もありますし。で、その3つがね、こう、並んでるわけですね。で、外苑前から見ると、まあ、ラグビー場、神宮球場、そしてこの国立競技場という順番に並んでるわけですから、まあ、外苑前からもね、行けることはね、全然ないんですけども。ただ、千駄ヶ谷門っていうかね、このこっち側のゲートに行くんだったら、全然千駄ヶ谷駅から行くか、まあ、もしくはこの、都営大江戸線の国立競技場駅から行く方が近いですね。まあ、私自身は国立競技場もね、何回か来てまして、まあ、中にはね、入ったことないんですよね。この外観は何回か見たことあるんですけども、まあ、ただこのね、実際のイベントの日に来るというのは初めてですから、非常にこう、今、テンション上がってます。で、ちょっとゲートがね、一瞬こう分かりにくかったので、この看板をね、参考にしていくわけですけど、ちょっとこの国立競技場のデカさの割にはね、この縦看板の大きさが合ってないような感じもするんですね。ちょっとこれはね、改善点かもしれないですけど、ちょっと一瞬ね、どっち行ったらええねんっていう感じでね、みんなちょっと右往左往してる感じはありましたからね。まあ、これちょっと看板、ちょっと追加した方がいいんじゃないですかね、国立競技場は。左ね、今、オレンジの人を配ってました、カイロですね。これももらっとかないと、もう寒いですから、サッカー観戦ね。もう皆さんもう上はね、着込んできてはいますけども、やっぱ寒いですよ、この時期ね。1月ですからね。で、入場ゲートはね、このたくさんの方が手を挙げておりまして、もうここで、まあ、消毒して検温して、で、次の係員の方のところで QR をかざして、このディズニーみたいなね、ぐるぐるのやつで通していくわけですね。ガチャガチャっと入っていって、でも早速ね、スタンドということです。これすごい動線がね、綺麗にこう確保されてて、ごちゃごちゃしてなくてね、もう一瞬ですよね、この座席やったら。もうパッとね、でも私のこのね、人生初国立競技場ですけど、もうこの瞬間ね、本当にね、つま先からね、こう鳥肌立ってきて、もうこんなん初めてですよ、足鳥肌立ったのに。この景色すごいっすよ、これ。もうこれはちょっとね、ぜひ生で一回見てほしいですね。この空間、広がり方というかね、上もすごく高いですしね。まあ、これほどね、大きくて綺麗で、で、たくさんの人に見てもらえてという環境でできる高校生たちは本当にね、いいなと思いますよね。で、まあ、私のね、席は今のところからその真上に上がった3階席なんですけども、まあ、これね、すぐ上がっても仕方ありませんから、まあ、中にどんなお店があるのかということをね、まあ、ぐるぐる回りながら見ていきたいと思います。ここはなんか何のお店ですかね、なんか記念品でしたね。はい、だから多分常設ではないんでしょうね、この大会限定なんでしょうね。で、ゴミ箱はね、なんかめっちゃありましたね数多く。まあこれ綺麗にしてますからね、やっぱゴミ箱少ないとね、その辺に他施設とかもね、出てくるかもしれませんからね。まあ、そんなに治安は悪くないんでしょうけども、東京は。というとね、関西はどれだけ悪いねっていう話なんですけども、まあ甲子園球場ね、行ってもらえば分かりますけどもね、まあ、キャパの割にゴミ箱は結構少なくてね、まあ、毎試合試合終わりになったらね、ゴミ箱の横にゴミが落ちていってね、なんかもうピラミッドみたいな状態になってね、ゴミ箱がね、ゴミの中に埋もれてるみたいな状態になるわけですけど、これは、わかんないですね。今も改善されてるかもしれないですけど、数年前までそうだったんで、まあ、もし興味ある方はね、超満員になった後にね、コロナが終わって甲子園球場行ってもらえばね、ちょっとその様子見て笑えるんじゃないかなと思います。で、大体ね、こういう指定席の時って入り口でチケット見せないと入れないとかあるんですけども、今回なんかなさそうだったんで、ちょっとこれ自分の席ではないんで、あんまり行ったらダメなんですけど、ちょっと最前列ね、一回行ってちょっとパッとね、撮ってみようということで最前列来てみました。でもね、この10秒だけ取ってすぐ切り上げ上がってくるんですけど、この打席ね、ここの国立競技場特有で色がね、塗られてるんですよね。だからお客さんいなくても入ってるように見えるっていうようなね、設定になってまして、まあ、まさかね、そんなことになると予想してなかったとは思うんですね。もちろん設計時にはね。まあ、でもオリンピック実際2021年に昨年行われた時は、まあ、無観客でしたから、まあ、そのね、色塗りをしたことが、まあ、功を奏してたと。まあ、皮肉にもね、なったわけですけどもね。
で、この私がね、先ほど言ってましたように、チケットを今日買ったのは、この3層というですね、この3層構造にスタンドになってまして、一番上のところをね、選びました。なぜなら、一番空いてそうだったんで、そもそもコロナ云々の前に、私あんまり人混み好きじゃないんで、できれば空いてる席がええなということで、3層がね、一番丸だったんで、そこを選びました。今からな、もうちょっと下上がっていきますけども。で、後ろにこうぐるぐると回ってましたら、この青森山田高校サイドのね、応援ゾーンにやってきまして、この上りが立ってました。私は高校サッカーに関してはそんなほどね、知識あるわけでもないんですけども、有名ですよね。もうこれほどの強豪校でサッカーをしているだけでもね、もうすごいなと思うんですけど、そこでスタメンを張ってね、この国立の決勝の舞台で出てくるっていうね、もうすごい人たちのね、集まりなんだなと、改めて思いますね。ちょっと気になったんで、上のね、配管とか、どこ映して怪しいやつなんですけども、この構造ね、結構シンプルに押さえてるっていうのは、なんか昔ね、報道ありましたよ。なんか一番最初、国立競技場ってすごい、ザハシのごっついね、何千億円かけてね、作る、ものすごい豪華な作りだったんですけど、その後割とシンプルにしようということで、こういう作りになったんですね。で、たこ焼き屋さんね、これこのスタジアム入ってきて一番の行列でね、やっぱみんなたこ焼き好きなんやなと思いました。単純に寒くて暑いも食べたいだけかもしれないですけどね。このようにですね、今ざーっと見てもらった限りですね、何がなんか特別ね、これが名物みたいなもないわけですね。当たり前ですから、東京ってそんなに何々が名物ってないじゃないですか。ある意味全国からのやつが全部ね、高いレベルで揃ってるというような、そんなちょっと特殊な地域ですから、ですから特に食べるものにね、困りはしないけども、これといって何があんねんって言われたら、そんなになかったなっていう印象ですね。この国立競技場のお店に関してはね。で、2層のね、2階の部分に来ました。ここ入っていきたいと思います。これね、だいぶ空がこう近く感じてね、開放感ありますよね。さっき言った1層より上になりますから、だいぶピッチ全体がね、見やすくなりましたね。そしてこの国立競技場といえばですね、隈研吾さんが設計したということで、お得意のね、木をね、使った設計なんですけども、上を見上げましたらね、もう思ってた以上に木使ってんなっていう感じでね、ちょっとびっくりしましたね。で、2層のね、コンコースをこうぐるっと行ったんですけども、お店ね、ほとんどなかったですね。これ事前の情報通りね、やっぱり1層と3層の方がね、お店多いということでした。ただ、これね、1から3まで行ってみて思うんですけども、2層が一番あったかいですね。3層って上がね、見てもらったらわかりますけど、空いてるので、こんな感じでね、もう結構吹きざらしでバーって入ってくるんですね。で、1層のところって出入り口があるんで、風結構ガンガン入ってくるんですよ。ただ2層のところって出入り口なかったんで、この若干ね、ドームではないんですけども、半分ドームみたいな感じで、風がね、ガンガン外から入ってくるっていうのではなかったんで、寒いのがちょっと嫌やなという方は2層の席を選択するのがいいんじゃないかなと思います。3層まで来るとだいぶね、景色が良くて、奥のね、新宿のビル群が見えますね。で、あとは自分のね、チケット指定されたところのゲートまでずっと歩いていくわけですけども、途中でね、案内所ありました。ただこれ案内する人不在ということでね、ちょっとどこ行ったんでしょうかね。トイレでも行ったんでしょうか。電話がね、一つだけ置いてあるということで、なんかパソコンとかないのかなってなんか思ったんですけどね。なんか案内所といえばパソコンがあるという個人的な印象があるんですけどもね。って言ってましたら、自分のね、チケットが指定されてます357のブロックに来ました。ここから入っていきたいと思います。これ興奮の瞬間ですね。この通路をね、抜けていってグラウンドが見えてくるというこの瞬間です。浸っている場合ではなくですね、私の席はまだまだ上なわけです。一番後ろの席選びましたから上がっていくんですけど、これね、見てもらったら分かるんですけど、めっちゃ急なんですよ。傾斜結構怖いですよ、これ歩くの。それもあってかですね、前列この手すりがね、ついてますから、これ持っていかないとね、ちょっと足悪い人とかね、ちょっとお年寄りの人とか怖いんじゃないですかね。そして上まで登ってきました。でこの瞬間、私の首元にはね、東京の1月の冷たい風が突き刺さってきてます。マフラーをしてきたんですけども、あまり意味はありません。そして座席を選んでいくときにラッキーなことが一つありまして、この自分はね、席305だったんですけど、なんか一つだけ色違いでね、ラッキーって感じでした。で、椅子はね、この押さえつけておいて、話したら普通にバーンってね、戻っちゃうっていうタイプでした。座席、そんなめっちゃね、重厚感のある椅子っていうわけではなく、どっちかというとかなり薄っぺらそうな印象なんですけど、座ってみたらこうちょっとね、ふかってしてるというか、こうカッチカチはないんで、鉄ではないのでね、何時間か座る分だったらね、そんな疲れないんじゃないかと思います。で、私が座ったこの一番上のね、席
からの景色がこんな感じです。あの奥に見えてるのはね、超高級マンションですね。奥を超えます。まあ何の話をしてんねんという感じなんですけどね。あのその去年の春に来た時にまだ建設中だったんで、ちょっと何できるのかなと思って調べたらマンションやったということで、まあ、そのねマンションやったってことは結局値段気になりますから値段見てみたら普通に奥超えてました。でもプールとかついててね、もうこれぞ高級マンションっていう感じでしたね。で、あのビジョンがね、2箇所つけられてます。このビジョンはまあ正直普通のビジョンかなというところです。まあそれほど大きくもなく小さくもなく、まあスポーツする分だったらそんなにねビジョンじっくりねずっと見るっていうことはないでしょうけども、まあ、ライブとかするんだったらちょっとね小さいかなと思いますね、あのドームに比べるとですね。でこの辺りはいい席ですね。まあ今回だったら5000円ぐらいでしたかね。まあ私が座ってるのは1500円の席なんですけども、で放送席はあそこにありますね。やっぱりこの上から見た方がね見やすいということなんですね。試合前に水をまきます。この時ねすごい寒いんで、あの横に立ってる人たち水しぶきかかって寒ないんかなと思ってました。とまあダラダラ見てましたら、いよいよ選手入場ということですね。サッカーの場合大抵ねこの真ん中のねここから出てきますね、2列並んでざーっと。いやこの瞬間ももうめちゃくちゃ高揚してるんでしょうね選手たちね。出てきてこのでっかいスタジアム でこんだけお客さん入ってるんですからね、もう最高でしょ。緊張なんかする暇もないんじゃないですか、もう嬉しすぎて。でこう現地に来て一つ思ったんですけど、このゴール裏のとこね、こっち側はあのまっすぐなんですけど、まっすぐというか特に欠けてないんですけども、あっち側のゴール裏がですね、あのゲートがね3できちゃってるんですよね、あそこに。だこれがねちょっとサッカー応援する時だったら、あのなんか雰囲気壊れちゃうなと思ってね、ちょっとあそこに作ったんだけが残念じゃないかなと思います。というのもあのプロのサッカーってあの一番熱狂的な人たちが集まるのって、あの両方のねゴールがある後ろの席なんですよね。まあですからどっちも欠けてない設計にしたらよかったんじゃないかなっていうのが素人の意見です。でこの屋根結構大きくて、こう見てもらったら分かりますけど、ちょうどねすっぽり一層も全部覆うんですね。まあですから風が吹いていなければ全員濡れないということになってるんですよね。まあでもそうは言っても現実的には風吹きますからね絶対。まあみんなちょっと少しぐらい濡れるんでしょうけども。さあそして試合が始まりました。このサッカーのねあの一番最初キックオフの瞬間って思ってるよりねいきなり始まっちゃうんで、これ注意して見とかないとダメですよ。サッカーの試合を見るならこんな感じですという雰囲気ですね。まあ、やっぱ3層から見るとすごいあのウィーレしてるみたいな感じで、あの上から見下ろすんでね見やすいですよね。そして試合は4対0で青森山田が優勝しました。おめでとうございます。ということで今回の動画は以上です。取り立てほやほやでもう完成しました。今からアップロードします。ご視聴ありがとうございました。